はい、こんにちは、ナチュラルエッジです。どうも、ギョシです。で、戦国15の陣がこれね、発売になったので、まあ先に開けちゃったんですけど、まあこれパックは固定だからね、先に開けちゃって、パックはそうだね、中身入ってるものは、うん、何入ってるかっていうのは固定で、まあ封入率だけ見ていこうかなっていう、だ15パックのうち、箱にいくつ入ってるかとかだね、うん、一応ね、こっちも被ってるあれなんで、一応これは出てるだけで、今ここだけで、14、うん、あ、違う、13か、これは。そうだね、13種で、うん、うち2個出てないのが、バーストパックと、ね、紫の X レアパックが出てないです、うん、はい、で全部コンプリートか、はい、うん、で一応 X の赤、まずは笠木先見ちゃうね、 X そこは気になるところでしょ、多分 X 見るよ、うん、X 多分、新規の X でこっちはラゴー出ました、うん、で、で、あとはフォニード、再録のフォニードが、新イラストになって再録されました。で、フォニードが一箱で2枚できてるんですよ。そうだね、2枚ですね、こういうのありなんだねと思って今。まあ再録パックだからどうなるかちょっとわからんかな言って。で、フォニードが2枚で出て、あとはこれだ、 X、 あ、これ違うのか、はい、これダグネスグリム、ダグネスグリム、再録イラストも変わらないし、白村ね、うん、そう、白村の X、 まあブロックアイコンが2になってるからそこは、はいはい、あとそれだけだっけ、うん、そうで、あと出てない X が2個あって、バーストの、アグニアスのパックと、この紫のバサラのパック、ね、バサラのパック、そう、これで全部、これ全部15の、はい、これ、はい、で今回のピックアップをそれなりにしていきましょうか。新規カードだけでちょろちょろ見ていこうか。まあ新規カードはいっぱい入って、まずこのパックがいく、まずラゴーで覚醒ね、覚醒パックです。覚醒がこれで随分と強化されたんだよね、うん、秒波と入ってるのがこのラゴーと、新規カードは秒波とハングドドラゴンが覚醒持ちの、新規パックで、今回覚醒して何か消滅、全部取り除いて消滅したら何々の効果を出すよっていう効果がそれぞれついてます。簡単に言うとラゴーが手札から、コスト踏み倒し召喚、うん、覚醒持ちスピリットをコスト踏み倒し、うん、秒波が、BP 破壊だっけ、BP 破壊4000以下を破壊する、でソウルコードを持ってれば2枚ドローができるよと、うん、でこっちが、パンプと何だっけ、回復、回復か、うん、自身の回復効果があるね、これね、いいね、これなかなか結構プロ棋士で作んで回してみたんだけど、うん、なかなかいやらしい動きができて私は好き、面白い動きだったね、確かにフラッシュタイムで動けるのは、うん、じゃあ取りますこれ、うん、あ、赤でした。次はあと新規カードか、次新規、新規だとこっちか、バースト、バースト、はい、アグニアス、これは相手がバースト発送した時に手札から、まあ、うん、コスト支払わずに召喚できる、うん、で、バーストの発動時効果を、ライフ減少後と相手による自分のスピリット破壊後消滅後に、うん、プラスアルファできるよ、だから召喚時効果とか相手の反応が増えた時とかっていう効果のやつにプラスアルファ2個、うん、発動条件増やせるよっていうカード、なるほどね、でプラスアルファこいつはレベル2で、自分のコスト以下の相手のスピリット破壊するよっていう、まあ青らしいコスト破壊のことだね。なんか入ってるのは、まあ、ワンケンゴーとか危険つばめ返しとかバースト関係のカード。で、初期はそう、立ち風ウルフ、妊婦を持ってる、緑のバーストスピリットでバーストで、出ると自分ライフ減少後にバーストられて、うん、ソウルコアがリザーブにあると、ボイドからコア2個プラスできるよ、でアタック時に相手のスピリット1体拾う、悪くはないから妊婦で、妊婦でバーストがあると結構、まあ、立ち回り方が、そう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 、幅が広がるよね、そうそうそう、うん、まあ何伏せてるか分かんないからね、うん、でも噛み合ってるかって言われるとちょっと微妙なところもあるけどね、でも一応妊婦でクワガスレイヤーでも出てくるし、そうそうそう、出てくるし簡単に出てくるし、うん、伏せといても、うん、まあとりあえずあの途中としてブロックが出てくるから、まあ、ワンチャンあるかなっていうぐらいかな、うん、あんまり他のカード詰めないからね、そうだ、いやあえてだからクワガスレイヤーを使わずに、うん、あの妊婦で回してって、うん、アロを取っていくって形でも全然あると思う、なるほどね、あのクワガスレイヤーを無礼で使おうとするから妊婦っぽくなっちゃうだけだから、あそこまで、あのクワガスレイの色を濃くしなければ、うん、まあ普通のデッキになると思う、なるほど、まあそれだけアドバンテージ取れるんだけどね、クワガスレイ、それだけやっちゃうとどうしてもあの型が狭まっちゃうから、もうちょっと広げるなら別の型がいいかな、で、もう一個紫とも、ちょっと道がそれちゃったね、はい、バサラ、こいつは召喚時に、こいつに乗っかってるコアの数だけ相手のスピリットアルティメット1体の上から、同じコア分シュートするよと、リザーブシュート系か、そうそう、うん、でなおかつ、そのシュートしたコアの中に
ソウル・コアがあれば、うんうん、相手のスピリットのコアの中にソウルがあれば、うん、リザーブのコアを全部、トラッシュに送るよ、うんうん、だから送ったやつのコアとか元からリザーブに残しちゃったコアとかはいっぺんにコアシュートでトラッシュに送れるっていう効果になる、うん、でレベル2、3は、お互いのアタックステップ中に、うん、自分の紫のスピリットが披露したときに相手のスピリットアルティメットのコア1個をリザーブに送る、うん、まあ劣化点第1章で、うん、呪気を持つスピリットが墓地から召喚しやすくなったり、うん、コストがだいぶ低くなったりとかしたんで、またね、まあ、そこら辺でうまく使えればかなり強い。これ呪気だ。これ呪気ですね。呪気とムマ持ってます。じゃあ出しやすいんだ。ムマデッキでもいいな、まあ、基本中身がこうムマっぽいカードが入ってるんでかなり。ここ押さえる嬉しいね。そうね、マテンロ、うん、いいね。であと新規カードとしてはこれかな、ボーンイゼル。おー、ボーンシリーズね。そうそうそう、ボーン、まあ結構ムマ関係はね、なんか羽関係だからね。相手は相手のスピリット一体のコアを、相手のリザーブに、あ、これ破壊、アタックステップ開始時、うん、開始時に相手のスピリットのコア1個をリザーブに置いて、うん、なおかつソウルコアが持ってたら、相手のスピリットのコア2個になるよ、代わりに、うん、2個シュートか1個シュートかで開始時なんで、ね、相手のアタックステップ時。なるほどね。まあコアが余ってれば関係ないんだろうけど、うん、コアが余ってないカツカツのデッキとかはかなり厳しいんじゃないかな、単純に。序盤とか結構強いんじゃないのこれ。そうだね。で2コストなんだけど、こいつ2軒あるからかなり軽く出しちゃうんだよね。あ、ただし効果はレベル2からだから、維持コアが3必要だからちょっと重たい感じる時もあるだろうね。3ターン目とか結構強いでできたらね。であと4000だから結構焼きに弱い。あー、なるほど、ね、ちょっとリピが低いでしょうがないっていう新規カードです。はい、でこれで一応、新規の X レイは紹介終わりかな。この感じ。あー、3種類しかないのね。さっと、そう、オーケーオーケー。はい、まずじゃあこれ表紙になってるポニード、ポニード金継さんが使っているポニード。あー、なんかアニメはもうや放送したんだっけ。私アニメはそう、もう放送してて、うん、金継さんは、一応キースピリットではなくて、うん、一応デッキに入ってるよっていうカードだったよね。そうそうそう、これ2体並べるやつでしょ。これ1回目の雪村戦で、うん、バシバシこう連板してた。あー、してたね、これね、うん、してた。だけどこれかで新規か、これ飛びかけ、これが強くて召喚時に、うん、忍風と核陣を持つスピリットそれぞれにコア1ブースト、うん、全員に、うん、で自身も、妊婦確信持ってるから1コアブーストできて、うん、なおかつ、召喚時効果なんで、うん、クワガスレイから出てきても効果が使えるし、なかなか強い。結構確信寄りの妊婦とかありじゃないのこれから。うん、あり、全然今だからあり。始皇帝とか、あ、始皇天か、うん、どこまでだから確信と組ませられるかがわからない。確信とってか妊婦と組ませられるかわかんないけど、うん、まあ全然構築としてはありなんじゃないかなと思う、うん、俺はこれ見た時に始皇天と相性いいかなと思ったんだけど、うん、でレベル2効果が、うん、自分のアタックステップ中にソウルコアが乗っかってると相手はバースト発動できないって効果。へー、はいはいはい、はい、で、この効果って実はもう忍風で1体ブレイブがいて、うん、あ、いたね、ハグルガマってやつがいるんだけど、うん、あいつって自身が殴った時だけ、そう、殴った時だけなんだよね。これずっと、もしかして。そう、これだから自分のアタックステップ中だったらずーっとだから、あ、いけない人だね。こっちの方が多分使いやすいんじゃないかなって。確かにそう、そう思うね。そう、まあ、コストと、まあ、ブレイブかスピリットかっていう点が違うから、そこは人によって使い分けできると思うカードだから、うん、まあ、悪くはない、全然すごくいいカードだと思う、これは。なるほど、はい、そんな感じで緑の新規。はいはい、じゃああとこれが再録、グリフォン。グリフォン、白村のデッキだね。まあ、グリフォンの再録、これもイラスト変わらずに、うん、あの昔のまま、あの加工もねちゃんと彫ってあるし、うん、あの昔のままの加工になってます、うん、で新規か、症状かな。あ、飛行獣症状ってあの新規から下にあるかな、うん、おさらだね、これ、はい、これが強くて系統機構を持ってる機銃で、3コストかなり軽めに出せます、うん、で、相手のターン中に相手の手札が、うん、効果によって増えた時にコアブースト一撃で、これ今までの機構でも入るんじゃないですか。そう、機構でも入る、十分、うん、でなおかつこいつはソウルコアが乗っかってると、その効果プラスアルファ自分の白スピリットを回復させる。うーん、でこれって実はよくよく見ると、あの相手の効果とは書かれてないの。あ、だから自分のスピリットの効果とか、うん、自分のマジックの効果とかで相手ターン中に戻すと1コバウンスか。そう、なるほどね。手札戻すと1コです。あ、だからドリームチェストが入ってる。ドリームチェストはデキノイだから。あ、デキノイだ、はい、うん、ここは違うかな。あ、なるほどね。あれとかにメカゴジラとかに入れてもいいんじゃないかな。そう、メカゴジラもね相性いい、全然でしょ。だから、うん、機銃に相性いいし機構に相性いい。なるほど、だからすごい使いやすいカード、これ結構万能だね。そうそうそう、軽いしね、かなり。でこんな感じで X は以上かい。終わりだね。以上だね、はい、あとマスターレア
はい、もうそれは、はい、これは、三つ首、三つ首だっけ、性癖の三つ、またおろち、三つまたおろち、そう、これがマスターレアの青の、教習パックに入ってるカードで、うん、こいつは、アタック時になんちゃ、アタック時に教習2を持ってて、うん、で、教習で披露させた、ネクサスのコスト以下の相手スピリットを破壊するよってことで、なら、あの青らしいコスト破壊なんだけど、なんか珍しいあのネクサスのコストを参照にしてるよって、うん、でも大体5ぐらいじゃない、そうそう、だから多くて5とかなんだよね、うん、ネクサス実は、うん、なんだけど自身の効果によってソウル効果が乗ってる時に、ネクサスの、コストの数をプラス2するよってことか、じゃあ平均7とか6か、そうそう7とか6になって割といろいろ割れるようになる、うん、ああなるほどね、うん、まあ、ここら辺相性いいよね、そう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 、ね、だから教習で使いやすいさ、この辺のなんだっけ、審査ペンダーとかさ、懐かしいネクサスとしては強い、カイマスク回帰とかいろいろ入ってる、でストロングドラム入ってる、うん、ブロックが5人になったね、うん、はい、じゃあ次はどこだった、どこだっけな、俺もねちょっと忘れちゃいました、ああ思い出した、ホムラウルフだ、あホムラウルフ、はいはい、ね、これ新規2枚だね、これそう新規2枚で1枚このアシュライオン新規、うん、ねなんだっけ、トシ、トシ、うん、トシさんが使ってる、うん、ホムラトシエが使ってる、ブレイブスピー、ブレイブだね、ごめん、ブレイブスピーじゃないね、アシュラタイガーになるやつだね、アシュライガーになるやつだね、アシュラタイガー、アシュラタイガーじゃない、まあ、名前がめっちゃわかんないけど、うん、東障害アシュライオン、うん、コスト5の、ブレイブス、ブレイブだよと、うん、で、合体コストが5個コスト5以上で、うん、アタック時に、相手はソウル効果が置かれてない BP7000 の相手のスピリット1体破壊するよ、でシンボル1つ持ってて BP をプラス4000するよ、うん、ダブシンだね、うん、で7000っていうと焼き効果としてはかなり強い方なんだけど、うん、こいつ実は相手はって書いたんだ頭に、うんうん、だから相手が選んで破壊する、うん、なおかつソウルコアが乗ってないっていう、うん、結構条件があって、なんかどうなの、しかも5コストで2軽減しかないから出すのに3コスト払わないね、マックス重いね、ちょっとね、そうちょっと重たいのよ、うん、こいつ自体は、うん、トシさんそんな重いの使ってるんだみたいな、うんだっつって、いいじゃん、ここが軽いからいいんじゃないの、まあまあ、でもう一個、それとなんかこう一緒になって出てきた、これ、はい、遠心銃ホムラウルフ、これ、うん、召喚時に BB1 枚以下の相手のスピリットアルティメット1体焼きます、うん、で召喚コストにソウルコア使ってると赤のブレイブカードを1枚コストを支払わずに手札から召喚します、うん、なんでこことここは一応シナジーが組めるような形にはなってる、あなるほど、うん、でホムラウルフはレベル2以降からブレイブ時に相手のスピリット、うん、アルティメットを効果で破壊した時に、うん、2枚ドロ あー2枚ドローね、そうだからアシュライオンとの効果も一応合うっちゃ合う、そこで完結させてるね、ただやっぱ重たいよね、単体で使うにしたら完全に、確かに確かに、ここはね、でこれがマスターレアの赤の新規だね、はいはい、他はサイルカードだね、はい、あとはあれか、マスターレア、マスターレアなんだっけ、あこれか、それか、サイロク、サイロクだね、そこはハービーガール、操縦の、生命デッキだね、ここは、あ生命パックで、新規カードとしてはこの月うさぎ、これが、生命を持ってるのとソウル化が乗ってると、うん、生命持ちの、生命効果を、うん、ライフ1プラス1からライフプラス2に変えるよ、おお、ライフ2、なるほどね、アドバンテージが取れる、結構強いじゃん、そうそう、はい、こいつ自体は BP も低いし、うん、あんま高くないし、うん、焼き対象とかになりやすいから、うん、パックに一緒にアルミラージュが入ってます、アルミラージュ、はい、はいはい、こいつは生命持ちが全部、効果破壊されると疲労状態で場に残るよって僕は思ってるから、あ、まあ、一緒に置いとけば生命持ちだし相性がいいです、なるほどね、はい、でそれプラスクーシーとハーピーガールで、うん、まあ、レベルによってはブロックできないよっていう宣言ができるから、あ、まあ、これ単体でもね、あの生命だけちょっと組もうと思ったら、あのお店のストレージとかいろいろ探して作ってみれば簡単にできると思う、とマスターレアどこだっけ、これじゃないの、あ、レアか、はい、レアどこだっけ、俺もねちょっとねパーッと見て忘れちゃったんだ、あこれだね、はい、ブレイブパック、ブレイブパック、はい、ほうほう、昔のブレイブとかいろいろ入ってるで、再録でシユ、うん、これ強いね、あさっきも言ったけど、レベルをすり抜ける効果、レベル1レベル2からブロックされない効果、ね、なのでこっちのデッキとも相性いい、あ、まあ、コスト4以上だから普通に月うさぎにもブレイブできるしね、なるほど、で、新規カードこれスリアホーク、これ強いよな、これはちょっとおかしい、俺の中でもかなりおかしいと思ってる、コスト1で新速召喚ができるブレイブです、うん、でこいつでも忍符を持ってるから普通忍符デッキにも入ります、入るね、で、
あのスピリットで出すと1000だけど、うん、ブレイブとして使用すると3000パンプ、うん、でこいつのブレイブ時効果はソウルゴーグが乗ってるだけでこのスピリットに緑のシンボル1つ追加します常に、うん、なんで緑の軽減としても使えるしなおかつ、ダブルシンボルスピリットとか、うん、トリプルシンボルスピリットとかって言って使える、うん、シンボルないけど今、うん、これ神速1で神速っていうのはこれ良くないと思うんだそうあの神速の、うんブレイブとしては、うん、かなりおかしいスペックだと俺は思ってる多分思う俺も忍風だったら、ね、そう忍風だからプラスアルファ、さっきも話したようにクワガスレイヤーで呼んでこれるあのブレイブになっちゃってねそう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 するとクワガスレイヤーがダブルシンボルとかで殴れるユタレリスクスリーの効果だなと思ってあそうかこれ忘れてましたすいません今途中と横からねあのコスト5だからブレイブできないっていうコスト6以上にしかブレイブできませんこれあなんであのブレイブダッシュはかなり狭まるけどそれでもかなり強いスピリットですね別光なんとかとかぐらいかそうあの妊婦デッキだと別光さんとかその辺になると思いますちょっとなんだろうでも防御札として相当強いだろこれ防御札としても使えるし、エーススピリットに乗っけて、うんまあ、シンボル増やしてぶん殴りに行くでも全然ちょっと飛ばすけどこれと相性いいんだよねやっぱりねスタークレイトこれはどうなのかな神速を持つスピリット1体を手札戻しなんだよねここは一応ブレイブなんだよねスピリット一応だから多分、スピリット状態のだよ、ねあ違うブレイブスピリット状態のブレイブとしてだったら多分いけたかなあ前のね俺あのカードの最低をちょっと忘れてるからね何とも言えないんだけど確かにスピリット状態ってことは乗っかってるってことん違うあ乗っかってないだから分離してる状況分離してる状態でしょ、うん、だから普通に神速で防御してスタークレードで回収とかまあそれは昔からある神速の戦法だからね、うん、であのこれでマスターレアこんな感じかな、うん、あとマスターレアって何かあったっけこんなもん3パックぐらいだっけこれはレアかでもまあこれ飛んじゃうけど雨粒も妊風でこれ神速パックだね神速パックだね、うん、そう妊風の雨粒これも強いね割とうん神速なんで、ね召喚時にコスト6以下のスピリット回復ソウルパワーを使用していればなおかつスピリット1体回復あ緑のスピリットか、うん、緑のスピリット1体回復 か, だか 結局妊風が結構この何神速寄りにちょっとまた動かせるのかなそうだねシフトを変えられるね、うん、だから手札に来てもあの余すことなく使えるようなデッキになってくるんじゃないかなと思いますこれはね、レアだねあとは多分だよね多分ね、うんうんまあ、新規としてはもうないのか新規はこれか知らない知らない誰だっけこれ使ってたねアニメにできたサスケじゃねえな誰だっけマタゾウじゃなくて名前知った陶器城とか陶器城だそう陶器城が、エースとして使ったのかなあれはあーエースなのか分かんないけどとりあえず使ってた、うん利家が初めてあのブレイブした時に使ってたスピリット確かヒロブッパーだよねそう装甲持ちだから、なんだっけ赤と紫と白の声聞きませんと、うん、でなおかつ、自分のあ相手のアタックステップ中にソウルカゴ乗っかってて、うんうんソウルコードが乗っかってればヒロ時代にブロックができる、うん、でブロック時に BB プラス5000、うん、だからマックス、単純に2コアだけで1万3000のヒロブロックが出来上がるっていう結構簡単なねカードでっかいねじゃあこれ気候でこれも割とパワーアップしたのね気候のデッキが今まで強い強い言われてる今までもう気候にほらあの他にあのヒロブロックがいたし、はい、で1個コストが低いやつと、うん、あとコストが3つ高いやつがいるんだけど、うん、どっちもそれなりに強いんだよね、うん、であの1個低いやつシグレってやつなんだけどシグレは、うん、あたったいでも単純に、1万、2000ぐらいはなるのかな、うん、1000違うだけなんだよね1コストを払うのは違うだけで出てくるターンとかも違うしであいつは、ソウルカーを必要しないでヒーローブロックができるから、うん、あのむしろ向こうの方が使いやすいんじゃないかなと俺はあただし、まあ、あくまで装甲は持ってないからなるほど、ねうん、装甲こっちはあるから、まあ、守り堅いからあとこれ残鉄残鉄、うん、これが強い、コスト軽くてソウルカーが乗っかってるだけで赤、そう、ソウルカーが乗っかってるだけで剣道かけない白のスピリットに全て超速、赤あ対赤殺しだねこれねそうだ完全にこうほらあの陶器城が使ってたカードのところ環境を読んで赤みたいな感じだねあとはあこれですねやったかはい、ここかなじゃあ出来上がりパックうんなんかパッとしないまあレアカードにオライオンのイラストチェンジが入ってますまあオライオンね昔から強かった召喚時効果13枚12枚ね12枚吐きまあ昔から強かったここは嬉しいんじゃないのやっぱりで、新規カードとりあえずこれねあ聖剣妙
アタック時にデッキから3枚、破棄するよと、うんうん、で、ソウルゴが乗ってたらさらに、自分のトラッシュにある投資を持つスピリットカードを手札に加えます、うん、だから墓地回収と相手のデッキ破壊一緒にできるよと。あ、なるほどね。で、レベル2はコスト以下の相手のスピリット破壊します、うん、まあ青らしい青のスペックなんか詰め込んだようなあのスピリットになってます。なるほど。で、もう一個、再録でかなり嬉しい、鉄壁なる魚人要塞。うん。これが、構築済みしか入ってなかったんだっけ？構築済み、なんだっけな、構築済みデッキの、サファイアか。サファイア、なんだっけ、サファイアデッキに入ってた。うん、なんか、アレクサンダー13世とか入ってる、あのパック、あれは確か、剣編の時に出たやつかな。うん。に入れたんだけど、結構枚数出てないんだよね。で、あれみんな、あんま注目してないし、中身入ってるかの弱いから買ってないんだね、意外と。あ、だから、今回これ入ったことによって、うん、投資が全部、レベル2個から投資が全部、粉砕を持つよと。なんで、第1弾、うん、第1章で出た、宣言観音堂の効果で、うん、破棄できる枚数がかなり増えるんだよ。ああ、なるほどね。うん。ソウルコアを持っているスピリットがデッキ破棄効果を発揮したら5枚プラス破棄だから、うんうん、単純にこいつも、ソウルコアを持ってるから、うん、3枚破棄プラス5枚破棄で粉砕の効果つけて、うん、まあ、レベル2マックスだから2枚破棄プラス5枚破棄で、うん、25枚破棄できるんだよ。宣言観音堂1枚あれば。なるほどね。かなり強いんだよ。だからこれ再録はかなりね嬉しいんじゃないかな、デッキ破棄関係の好きな人は。なるほどね、うん、まだ元気いいな、デッキ焼きが、うん、今段は。今段はね、うん。あとは、まあ、サイロクだね、完全に。うん、はい。で、そこは今以上じゃねえの？あ、これか。あとは、そこだね、紫。あ、敷き鶴入ったんだね。そう、紫、そこは、なんだっけ。スケープゴート入ったよ。あ、これ、墓地復活なのかな？何パックだっけ、これ。忘れちゃった。書いてないっけ。あ、これ、ドローパックだ。あ、ドローパック、ね。紫のドローパック。これは、だから、基本的にドローするのと、新規に無名。無名。これあれのコンパチね、なんだっけ、あ、生命だ、そう生命だ。もう横からね、もうド忘れしてるからいろんな人が、ね、コンパチカードこれもそうでしょ、だってそう、これも残鉄もコンパチカード、うんうん、バースト編のカードのコンパチがちょこちょこいるね、うん、ね、アシュライガーのね、コンパチカードもあるしね。いや、アシュライガーのコンパチっていうか、なんていうか、合体したらアシュライガーっぽい名前にできるよみたいな、そんなやつ、うん、だな、完全に。で、ムネさんは、うん、トラッシュにあるときに、ね、そう、フラッシュで、うん、ソウルコアを使って召喚コストを支払うと、うん、疲労状態の、墓地から召喚できます、うん、で、召喚時に、うん、疲労状態の BP1 枚以下の相手の、スピリット1体を破壊します。まあ、ちょっと名前忘れちゃったけど、紫使いのね、子が使ってたカードですね、うん、で、金継さんをちょっとこう翻弄するような形で、うん、ちょっと遊んでた、うん、遊んでた感じですね。あとはまあ再録パック、これは白村に使えるスカルガラダも入ってるから、ね、ドロップ、あ、これね、はい、あともう一個新規、これズダ、うん、ズダ、なんだろうね、これね、うん、召喚時ワンドローって書いてあるよ。そう、ソウルコアを使用して召喚するとワンドローできるんだよね、確かに。で、あとはトラッシュ、コスト6以下のスピリットがトラッシュから召喚されたら、うん、相手のスピリットのコアを1個だけになるようにリザーブに置くよと。あれ6以下だよ、確か6以下以上だ、以上、以上だ、ね、6以上のスピリットが召喚されたらね。だからさっきの X バサラとかトラッシュから召喚できれば、うんうん、単体で一気に1個はだけにして、うん、こいつ1個は乗っければ1個はシュートできるから、うん、だけどシューンって1体殺せて、なんかソウルコア持ってるやつだったら、まあ全部リザーブの子は取らしてない。呪滅劇とも相性いいんじゃないの？呪滅劇とも相性、あれは墓地復活してないんだっけ？あれはバリ残る効果、バリ残る効果、そうかだから、やっぱりこれも、劣化伝第一章のカードとか、うん、あとはこれだからタイミングがフリーだから、うん、カイーナ、地獄都市カイーナとか使って、うん、エンドに、ちょっと重たい呪気を召喚してみたりとかでもいいし、うん、いやでもこことここがあるってことはデストロイヤって言っても、おー、デストロイヤでもこれ必要なくね、あんまり。だってデストロイヤ自身は出てくるんじゃん、だって出てくるけど、いや、このズダさん、うん、必要ない、全くね、うん、重たいだけだもんね、うん、スケープゴートはね、確かにね、使ってるからね、強いね、うん、はい、まあ、以上かな。あと何かあったっけ。あー、おー、超忘れてるよ、これ大事だよ、困るけど、はいはい、これ、黄色のね、はい、これマジックパック、うん、これ、新規がこれ、犬神さん、うん、これ、半蔵さんが使ってたからね、うん、ソウルカード乗ってると自分のアタックステップ中にマジックを使うとワンドローができる。あ、
かなり強い。マジック使い切りだから基本的にカードの補充ができるのはやっぱ強いね。うん、で、レベル3、あ、レベル2、レベル3効果で、相手によるこのスピリットの破壊時に、自分の手札にあるマジックカード1枚を捨てて、うん、このスピリットは回復状態で移動できる。場残りカードだね。うん、まあ、場持ちもいいし、割と、補充、マジック使っても補充ができるよってカードだから、うん、割と強いカード。5コスト3軽減だから強い。うん、で、俺が強いと思うのはこれ。これな。フーリン。2軽減、あ、2コストの2軽減あるスピリットで、うん、破壊時に、相手による破壊時に、墓地のマジックカードを無差別に1枚戻せる。あ、う、あ、ん。なんでもいい、これ。どこにも入るね、黄色だと。いや、黄色だったらもう入れて損はないから。これどこ、何貴族は操縦違う違う、これは妖怪なの。だから火の玉アタックとか妖怪で強いカード引っ張ってきたりとか、単純に、黄色で強いカードメドレーとかディバメドレーとか あの辺のカード引っ張ってきて相手のモンスター除去ったりとか。2コスデッキには入んないの？全然入る。相手は破壊したくないからライフ通す、うん、次にまたマジック使って回復する、これ殴る、うん、でライフがなくなりそうになったらブロックするしかない、破壊するしかない。こいつ自体の BP はかなり低めな設定だから、うん、全然もう使い勝手いいこいつは。操縦だったら超最強だなと思ったんだけど。で、今日あとはなんかこうね、あのサンダーボルトが入ってます。あ、まあね、今上位互換カードいろいろ入ってるからね、うん、あとこれがラストかな、ね、3コストパック、これ3コストの、はい、3コストのいろんなカードが入ってるよと。まあ、ブロンズソードの、ネクサス破壊コロンブスとか、うん、懐かしいマッチラのハンデスとか、うん、ダークソードルワンドローとか、タートニアグレート、これ強いね。アタックした時にデッキトップめくって、うん、コスト3以下だったら召喚できるよ、コストなしで。再録カードばっかなんだけど、その中で一つこれ、これが強いよ、また、ね、戦国姫アンコ、アンコ、これに、ソウルコードが乗っかっている時に自分のアタックステップ開始時に、手札にあるマジックカード1枚もしくは、コスト3以下のスピリットカード1枚をオープンして手元に置くことでデッキからワンドローする。単純にコスト3のスピリットじゃなくて、ヒールなんで、マジックカードをオープンして、まあ、マジックブックみたいな感じで。そうそう、だから、こっちにもいた、メイドの魔女ヘレン、これが召喚時に手札のマジックを3枚までオープンしてその枚数ドローできるってカードなんだけど、まあ、そんなような効果で、あのマジックを見せることで、あのドローが加速されるって、黄色らしいカード。プラスアルファはまあ3コストも見せてもいいよ。だからあんこからあんこ見してワンドローとかもできるし、かなりこう幅が広い使い方によっては。まあ BP はかなり低いからすぐ焼かれちゃったりとかするけど、それでもアドバンテージを取れるカードなんでかなり強いと思うんですよ。序盤とか一旦目で出てきたら結構ね当たるもんね。そう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 、オープンしていけばね、とりあえず殴んなくてもアタックステップ入りますといえば、あのちょっと前に流行った黄色のなんだっけ、杖デッキかな、杖、あのコスト4のマジックカードをこのスピアルティメットのアタック強化として使うよっていう杖があったと思うんで、アルティメットバトル06だね、あの時にあのマジック手元に置くのが流行ったから、その時のデッキに入れてもいいだろうし、全然ね、単純にドロー加速としても使えるから、悪くはないか。了解です。こんな感じで戦姫だしね。そうそう戦姫、そう、あ、そう戦姫なんだよな、とこの系統がね。だから、そう、今後戦姫また強化来ると思うから、今のうち集めといて、まあ使えるでしょうよ。なるほど。結構今でも結構強くない戦姫。強いね戦姫、単純に。あの単純に一体一体の効果は割と強めだから、今後どういう風に強化していくのかちょっとよくわかんないんだけど、まあね、悪くないね。やっぱマジックデッキだね、あれもね。てな感じで15全部、説明終わったんだけど。ライチさんは何か作るんですか。俺は赤作るよ。これ赤作る、赤覚醒デッキ。今までずっと覚醒デッキは作ろうと思ってたんだけど、なかなかね、なんか強いカードが出てこなくて。そうですね、覚醒デッキってどうしてもなんかこうなんか抜けてるんだよね。1個1個足んないんだよ ね。覚醒ってタイミングがめっちゃけ、覚醒で動くデッキってタイミングが遅いんだよ。とは、あの殴った時にとか相手のアタック時にあの効果で焼かれて覚醒で持ってくるものがないとか、そういうのもあった とかで、結局なんか BP 勝負をしようって言っても BP 勝負できなかったりとか。そうだね、バトスピ結構 BP 勝負できないこと多いから、焼かれたりとか。もうここなんか剥がされてこうあのなんか効果出るんだったらもう関係ない。そうだよね、 BP がハンドも増強できるビョウハさんがいるし、フィールド増強できる、ラゴーさんがいるし、で自身の連番ができる、なんハグンとドラゴン、ハグンドラゴンさんいるし、だあのこれだけ当たればかなりいいデッキが組めるんだよ、単純に、ね、そう、これ3つ欲しいなっていう、なかなか出ないなっていう。3つもいるんだ、これ2つぐらいでいいかなと思ったけど、まあ、いやこれがラゴーさんが必要なんだ、3つ欲しいね、確かにラゴーさんが必要なんです、はい。
以上です。はい、はい、おり、おり、ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。